ファー、俺はモブ鬼のノーブ、鬼滅のお面チャンネルのオリジナルキャラクターだ。だんだん俺が主人公みたいになってきただろう。おーい、モブ鬼のボブ。またお前か、黄色頭。なんでモブ鬼にまたお前かって言われなきゃいけないんだよ。俺のセリフだと思うんだけど。確かにそうだな。それで懲りずにまた登場したモブ鬼の俺に、なんでわざわざ近寄って話しかけてきたんだよ。それはほら、前回捕まったら美女にキスされる鬼ごっこをやっただろ。あの時残念ながら美女からのキスをもらえなかったからさ、もう一回やりたいから決起術かけてくれない？鬼狩りのくせに自ら決起術をかけろと鬼に頼むとは、お前もなかなかの変人だな。わかった、望み通り術をかけてやる。決起術。え、いやー、あら、わー、美女がいっぱい空から降ってきた。ここはどこだ？なんだ、何をしやがる。ふざけるなよ。え、また男も降ってきたよ。ちょっとモブ、何やってんの。降ってくるのは美女だけでいいっつーの。ああ、ごめんごめん、悪いと思ってないでしょ。だから俺、十二鬼月みたいなすごい決起術はできないって言っただろ。それにほら、大勢いた方が楽しいし。それではスタート。いきなり始めないでよ。体が勝手に走り出した。いつものパターンですね。また鬼ごっこ？勝手に鬼ごっこに参加させられて毎回迷惑だ。ねえ、モブ鬼、いい加減にしないとぶっ殺すぞ。そもそも鬼はさっさと討伐すべきだろうが。イグロさん、いつも冷静な判断で素敵。やったー、捕まったら美女にキスされるんだよね。鬼は誰？俺がみんなを追いかけてるみたいだから、俺が鬼役みたいだ。炭治郎、俺を捕まえて。おい、こら善逸、俺の前に急に飛び出るな、危ない。ほーら、俺炭治郎に捕まっちゃったよ。鬼に捕まって嬉しそうにするとはおかしなやつだ。だって捕まったら美女にキスされるんだもん。なに、本当か貴様、甘露寺もキスするということか。もちろんですよ。さ、早く、しのぶさん、かなおちゃん、かなえさん、かんろじさん、カモーン。いやー、あれ、ちょっと待って、どうしてイグロさんと品塚さんと富岡さんがこっちに来るの。善逸が皆さんのことを怒らせたからじゃない。ひー、ごめんなさい、怒らないで。え、一体どういうことだ。今男性の皆さんに善逸くんがキスされましたね。あれ、俺決起術のかけ方間違えちゃった。美女じゃなくて美男子にキスされる設定みたい。じゃあ改めて、捕まったらイケメンにキスされる鬼ごっこスタート。そんなのやりたくないよ。で、俺が鬼かよ、体が勝手に動く。炭治郎はイケメンじゃないの？炭治郎にキスされたい。富岡さんにならキスされてもいいですけど、他の男性にもキスされたら富岡さんが嫉妬しそうです。捕まるわけにはいきませんね。サネミくんにキスされたいわ。いつもデートでしてるけど。キャー、イグロさんとキス、恥ずかしいけど嬉しい。キャー、くそ、俺と同じ屈辱を味わってもらうために男を捕まえてやる。とはいえ柱はすばしっこくて捕まえにくいな。炭治郎を捕まえるか。って、カンロジさん、善逸くん、私を捕まえて。急に俺の前に出てきて危ないですよ。カンロジさんを捕まえてもいいですけど、品津川さんや富岡さんにもキスされちゃいますよ。そんなことになったらイグロさんが大暴れして大乱闘になります。確かにそうだわ、それは大変。でもイグロさんにキスされたいし迷うわ。迷うとこじゃないと思いますけど、キスなら二人きりの時にしてもらえばいいじゃないですか。そうよね、その方がいいわね。ああ、イグロさんが急に出てくるから捕まえちゃったじゃないですか。お前がカンロジと喋りすぎだから邪魔しに来たんだ。お前が悪い。イグロさんたら、焼きもち焼いてくれるなんて嬉しい。カンロジ、
俺はお前しか見えない。イグロさん。ギャー、何するんだ。俺だってお前なんかにキスしたくねえよ。術で体が勝手に動いたんだから仕方ないだろうが。そんなに嫌だったか、イグロ。イグロさん、本当にすみません。イグロさん、私もキスしていい？カンロジ、もちろんだ。あっちでしよう。ああ、行っちゃった。イグロさんとカンロジさん。俺もこんな鬼ごっこはごめんだぜ。行こう、カナエさん。ええ、サネミ君と一緒ならどこへでも。ちょっとみんな。ってよく考えたら、俺もこの鬼ごっこはもう嫌だ。帰ろ帰ろ。そうはさせるか、黄色玉。お前に頼まれて鬼ごっこを始めたんだぞ。最後まで全うしろ。それではスタート。まだやるの？さっき炭治郎が蛇柱様にキスしてたから。炭治郎は最初は鬼だったからキスしなかっただけで、ちゃんとイケメンだと認められてるってことね。ってことは風柱様と蛇柱様がいなくなった今、私が捕まったら炭治郎と水柱様にキスされることになる。カナオ、ぼーっとしてどうしたの？え、あ、いえ、なんでもないです、姉さん。私が捕まって水柱様のキスをうまく回避すれば、私は炭治郎からついにキスされる。カナオちゃん、今、心の声のつもりだったと思うけど、セリフが口から出てたよ。イケメン認定されてないってこと？もちろんだよ。ひどい。鬼は誰なんだ？富岡さんじゃないですか。どう見ても富岡さんが俺たちを追いかけています。あ、本当だ。相変わらず天然ですね、富岡さん。胡蝶、捕まえたぞ。あら、嘘、しのぶ姉さん。ではお約束のキスを。あら、なぜかカナオもキスされる側にいるわね。急いで炭治郎としのぶ姉さんの間に割り込みました。なかなかやりますね、カナオ。そんなにカナオは俺のことを。嬉しい。炭治郎、こうしていつものパターンでカップルの愛が深まって終わった。やっぱり俺はイケメン認定されてなかったじゃないかよ。いいもんいいもん、ねずこちゃんはきっと俺のことをイケメンだって言ってくれるもん。黄色頭がイケメンかどうかは俺が決めたんじゃなくて、みんなが決めたことだ。みんなは誰がイケメンだと思うかコメント欄に書いてくれよな。また会おう。